ボンボヤジュ、どうもガクガク。今回ですけども、ガクガクがね、いつも使ってて、まあ、この調整が気になるとか、この方が気になるって声がかなり多かったんで、この最強の羽ばたく髪をついに紹介することにしました。では行ってみようか。まあ、この方の羽ばたく髪は、もう最近の俺のテンプレパーティーにはほとんど入ってるんじゃないかなってぐらい強いです。タイプはゴーストフェアリータイプのものになってて、まあ、みんなが使ってるのはまあ、炎テラスとかにしてマジカルフレームとかもあるかもしんないし、まあ、こだわりメガネとか、まあ、結構型が多いポケモンではあるんですけど、この方はね、割と少ないってか、俺は見たことない。うん、あんまり見たことないって感じ。まず技なんだけど、ムーンフォース、シャドーボール、身代わり、瞑想となってます。つまり、まあ、巨人音対面とかでかなり強いかなと思ってて、まあ、身代わり入れることによって、塩漬け透かしながら、ボディプレも、ゴーストタイプなんで入りません。あと、あくび打ってくるポケモンね、まあ、ヘイラッシャー、ブラッキーとか、そこら辺に対しても、かなり対面が取っていけるかなと思ってます。まあ、身代わり一発入れることで相当変わるよね。取得値こちらなんですけど、S がそもそもかなり高いんで、そこそこ振らなくても、ほとんどポケモンに対して上取っていけるんで、かなり強いかなと思ってます。で、まあ、みんなが気になるところは、まずこの努力値だと思うんだけど、まあね、すごい形してるよね。うん、これ紹介します。HP100、B252、C92、D4、S60 で計算しております。これの穏やかですね。特防上がりの攻撃下がりを使っています。まあ、ガガが何したいかって言ったら、これね、実数値見てほしいんだけど、特防が一番高くなってるじゃん。つまり、あ、これ HP は関係ないです。特防が一番高くなってるんで、ブーストエナジーを持たせることによって、特防が 1.5 倍まで跳ね上がります。つまり、まあ、正直言うと特殊受けに対してかなりうまく使っていきたいかなっていうのが実際のところ。なんだけど、これね、防御にもかなり振ってて、いい数値叩き出してるんで、もう防御に関してもかなり対面取っていけるポケモンにはなっています。まあ、腹張り対面とかなってしまうと、まあ、正直かなり有利というか、もう特殊対面は相当有利だと皆さん記憶しておいてください。で、今回ね、ノーマルテラスにしているんで、まあ、サーブ号とかそういう対面に来た場合に、ゴーストタイプのシャドーボール、そこら辺を透かしていく形になってくると思ってます。これはもう弱点補完のテラスタイプって感じかな。まあ、正直言うと積み技にかなり強い。うん、そこだけちょっと把握しといて、対戦見てもらえたらかなり面白くなるかなと思ってます。では行ってみようか。ボンボヤジュ、ガクガクついにメンバーシップ開設。チャンネル横のメンバーになるというボタンを押すことによって、チャンネル限定放送やチャンネルメンバー限定動画をご視聴いただけます。一緒に依頼をつかめる人ぜひとも入ってほしいんで、皆さん登録お願いします。さあさあ、まずは大ピンさんですかね。対戦よろしくお願いしますというところで、結構この対面は正直勝ちなんだよね。うん、いい感じで持っていけるかなと思ってます。まあ警戒しないといけないのはミミックなんですけど、そこはノーマルテラス切ればいいので、まあさほど問題はないかなと思ってる。で、これマスカーニャから展開していく流れがいいかなと思ってて、まあセグレイブがリュウマイ積んでこられるとちょっとだるめなんだけど、あ、結構ね、もう最近は直気持ちがかなり多いかなと思ってるんで、まあそこに対しては対面取っていけるかなと、うん、仮定してますけどね。あとはね、まあこのヨザルとかそこら辺はちょっと鬱陶しいポケモンの中の第1位ではあるので、そうだね、ミミッキュ入れてもいいね。ミミッキュ入れてもいいし、セグレイブ入れてもいいしって感じかな。まあセグレイブでいこうか。うん、セグレイブでいこう。これでいこう。さあさあ、大ピンピンさん、対戦よろしく。まあ、かなりね、この羽ばたく髪紹介してくれっていう声が大きかったんで、結構、うん、楽しみではありますね。はい。ってことで、まあ、ここはね、影打ちとかそこら辺をしっかり透かしていきたいなと思ってるんで、まあ、まずは、投げつけるから入っていいんじゃない？別に。ってすると、うん、いや、まあ、うん、じゃれ、うん。でも、うん。剣の前されるからね、一旦投げつけるしよっか、これは。初手のジャレから入ってくる、守るから入ってもよかったぐらいですかね、イメージは。さあ、ここは悪タイプになりながら、これで影打ち半減なんで、まあ、次のマスカーニャ展開もまあ落とせないとは思ってます。うん。で、ここで化けの皮外しながら巻き状態にするんで、かなりいい対面は取ってしまったんではないでしょうか。で、あとは毒菱舞いながらっていう流れですかね。うん。剣の前してこないんで、ここ毒菱しましょうか。さあ、毒菱入るってことは、相手影打ちは先行してない感じですかね。ここはジャレから入ってくるか、剣の前か2択。ジャレ、OK。落ちるんだったら落ちるで構わない、ここは。うん。で、毒菱裏に入れたんで、かなり対面取っていけると思ってます。はい。なので、まあ、ここはね、テラ切ってもいいなーっていう印象はある。テラ切りからのシャドーボールがかなり安定になるんじゃないか。いや、安定択としか言いようがないな。まあ、相手も切ってくるとは思いますね。切ってくるか確実に変えてくるかっていう二択かな。ここでちょっと主役の羽ばたく髪出していこうか。さあ、ここで出すことによって、ブーストエナジーかシナジーブーストか忘れましたけど、ドクターエンジン。さあ、ここはしっかりと特防が一段階上がりながら、ここでノーマルテラスを切ることによって、
かなり、シャドーボールじゃない、シャドーが影打ちが耐えていく流れになるんで、ここはシャドーボールで落とします。行こうか。合点承知、才能解放。ノーマルとノーマルが混じり合う、全てのダクリアバロンギヌスは全ての胸を貫き、孤高となった。時の針は止まらず、富士山は大噴火、八幡製鉄所燃え尽きた。行こう、ノーマルテラスタルオーカーと。さあ、シャドーボール入っていくってことは、相手何かしらの見えてたのかな。うん、でもここしっかり落とすんで、影打ち打ってこないじゃん、捨てかな、ここは。ってことで、相手はここは、ドド下山とかそこら辺ですかね。ドド下山来る。で、そうだね。ここはね、ムーンホースが等倍で入っていく流れになるんですけど、不意打ち宅と、まあ、鶴舞宅とか、そこら辺を警戒しないといけないとは思ってます。はい。瞑想積んでもワンチャンいいかなと思うし、瞑想積んでもいいかな、別に。ムーホで押すってしても、瞑想積んでいいと思うよ、ここは。さあ、羽ばたくかみ瞑想入れたんで、ここは土下山ですかね。で、これ土下山結構入ると思うじゃないですか、一応。うん、みんな多分めっちゃ入るんじゃねえと思うんじゃ、これまずいね。うん。で、ここ多分、不意打ち、打ってくると思うんで、一旦身代わり入れようかな、ここは。ナイス、不意打ちすかす。この動きが結構いいかなと思ってるんですよね。うん。ここで身代わり一発入れることによって、不意打ちすかしながら、特防 1.5 倍のムーンフォース等倍で入れていけるので、ここに関してはギリ、OK ライン。で、もう一回不意打ちが相手からすると、いいとは思って、ここ多分冬中ってくるんで瞑想します。あれさあ、ここは瞑想で特攻と特防をまあ上げたので、これで9割か8割ぐらい入っていくんじゃないでしょうか。ここね、アイアンヘッドか、はい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 、アイアンヘッドを選択してきたってことはちょっと舐められてるかこれ。さあ、ここはムーフォです、多分アイアンヘッドです。さあ、ここムーンフォース2段階上がりなんでだいぶ入るよね。 OK。 さあ、ここアイアンヘッドなんですが問題ないですね。ここまで削ってしまえばあとは裏のセグレイブでどうとでもなるんで問題ないと思います。まあ、結構いいでしょう。うん、相手が受けポケじゃなくてもここまで対応できていくんで、受けポケって物理だとしてもね、うん、物理2連だったとしてもかなりいい感じで流れは取っていけるかなと思ってます。ここはもうつぶってで落とし切りましょうか。で、これ多分ね落ちるっすよ。うん、この HP なら全然問題ない。半減だけどね。うん。さあ、氷のつぶてでしっかりと落とし。ふぅ。ふぅ。危ない、危ない。ここ、氷のつぶてでしっ、ああ、引っ込めたね。何くんだ？まあ、ドドケさん正直、持っていけると思うんで。うわあ、物理3体できとんな、こいつ。うん。物理3体で来るのはちょっと聞いてはないっすね。ここは氷の粒で入れるんですけど、あ、そんな振ってないっすよ、これ。うん、そんなに振ってないと思う。食べ残しだとしても、そこまでの振り幅はない気がするな。で、この子でこの世から落としきればほぼ俺の勝ちっていう印象ですかね。ここはつらら打ちます。さあ、寺切りからの、なんだ、格闘では、まあ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 、ドレインパンチでしょ。ドレインパンチか。あ、でもここね、相手の方が早いんですよね。一応。うん。一応相手の方が早めで打ってくるんで、ここは耐えながら、まあ、つぶて圏内に持っていけるか持っていけないかで結構話変わるんだな、ここは。さあ、つらら打ちます。1、2、3、4、5いく。で、ここで毒毒入るんで、食べ残しも入るか。食べ残しも入るけど、毒毒も入るよね。うん。結構いい流れで持っていけたんじゃないかな。落ちるだろ、これは。さすがに。落ちるよね。落ちないかな。いや、落ちるよな。うん、落ちる落ちる落ちる。全然落ちる。だって俺の氷の粒って威力86でしょ。うん、問題ないでしょ、ここは。
さあポケモン最終回がね今の時間から始まろうとしてるんですかね。もうそろそろ始まろうとして、まあ、ちょっとガクガクちょっと見たいんで早く終わるか。さあここ落としきる、この急所当てるちょっと運ゲー入ってたかもしんないけど、相手が物理3体で来るから仕方ないよねこれは。うん、本当は特殊で見せたかったんだよガクガク。さあここはしっかりと落としきったんで、残りドドゲザの粒手で落としきると問題ないよね。うん、まあ、初戦はこんなもんよ、初戦は。うん。ガガガもほんと2戦目、3戦目で上手くなっていくんで、まだ初戦はこんなもんでいいんですよ。さあさあ、ここはオデュー。オデューじゃねえ。なんだオデューって。さあさあ、リオさん対戦よろしくお願いしますというとこで、あれなんですかね、これ。今日そこそこな、俺結構本若なんで、そこそこ上位帯でやってるんですけど。あれなんだこれ。これ、カジュアルかこれ、なんだこれ。すごくなんだって感じしますけど、マスカーニャから行きましょうかね。マスカーニャ。パルシェンから来る形の方が多いんじゃないかな、この感じだったら。ちょっとこれで行きましょうか。さあさあ、リオさん対戦よろしく。今日ね、ガガカ、コンタクト外し忘れてて、今ね、コンタクト2枚つけてるんですよね。うん。外し忘れてたことを忘れて、2枚つけてる。嘘です。さあここなんですけど、もうシャリタツが何してくるかちょっとあんまり覚えてないんですけど、なんかちょっと鬱陶しかった気もするし、鬱陶しくなかった気もするんで、これとりあえず投げつけるで機能停止しましょうか。なんだお前、マジでいきなり置き土産。これ投げつける一応失敗してほしいんだけど、これなくなる、アクタイプなっちゃったな。ちょっとこれは予想外の展開で、視聴者もハラハラしてるところなんでしょうけど、ガクガクのコンタクトはシュバシュバしていると。さあ B クイーン、あーこれ回復指令と攻撃指令で上げていくみたいな形なんですかね。毒毒もワンチャンあるのかなと思っちゃうんですけど、トリマ投げつけるはここは安定ちゃうか。え、まずいっすまずいな、少しまずいな。あーこれ投げつけるなくなっとんな、置き土産投げつけるなくなるんだ。さあここはばかみ出しますが、どこまで対応できるかが少しわからない。でも多分ドクドクだと思うんだけどな。ここドクドク裏に対して打たれたらちょっときつい。ナイス。さあさあ、皆さんこういう時ね、こういう時結構強いんですよ。ここで身軽打つじゃないですか、間違いなく上取ってるんで。この対面って結構強いんだよね。うん、こういう時の羽ばたく神みたいな最終手段、これをみんなにもやってほしいわけ俺は。でここで瞑想積みます。いやー、いい流れだな。そしてビークに多分ね、打点ないと思うんだよな。なんか、毒毒回復指令、攻撃指令、素早さ指令とか、うん、司令官みたいな戦い方するんじゃないかな、こいつは。さあ、ここで瞑想積みながら、特攻、特攻、特防、特攻、特防、特防が一段階ずつ上がります。はい。この展開だよね。跳ねやすね。問題ないぞ。全然問題ないぞ。ここもう一瞑想行きましょうか。で、B クイーン結構これぶっ壊れなんですよね。うん、昔ストリンダーで磁場操作からの防御と特防上げていくみたいな動画上げたと思うんだけど、それを、特性込み込みで使えるんで、結構 B クイーンって俺の中で強いと思ってんだけど、みんなどう思ってるか。さあ、多分ね、炎テラスだと思うんで、ここで、テラス切ろうが切る間があんま関係ないかな、ここは。うん。で、まあ、所詮こいつの特防は知れてると思ってます、正直。舐めてると思われたら申し訳ないですけど、B クイーンの親には。まあ、ここはね、積むだけ積んでいいんじゃないか。別に。だって打点ないだろ。打点あんの？じゃあ、ムーフォー打ってみろ、一旦。打点あんのかが全くわかんねえ。さあ、ムーフォースで身代わり外して、まあ、羽休め持ってるで、ドクドクぐらいしかないんちゃうかな。さあ、ここで B クイーン身代わり切れながら、まあ、防御指令でしょうね、ここは。でしょうね。うん。まあ、それしかできんよね、ここは。さあ、防御と特防が1段階上がる。これ、ぶっ壊れだよな。うん。いかんわ、これ。食べ残しからの、毒毒回復指令。あ、いや、回復指令だ。羽休め？あと1個の技がわかんないから、ちょっと、対面取りづらいですね。ここ、ムーフを打ちましょうか、もはや。攻撃技あるんであれば、
何かしら作ってきそうな感じもするけど、これで特攻1段階下がり、防御指令連発か。なんかできることがあんのか。で、ここでもはや身代わりさせない動き、守るとかじゃ、守るとかだったらもう勝ちなんだよね、言ってしまうと。守るとかないかな。これで身代わりさせなくできるよな、さすがに。4分の1までは削れますよね。あー、身代わりできんだ、これ。ギリできそうだな。いや、それはちょっと舐めてないか。うん、それは、舐め舐めピーク来てんな。何ができんな、これアシストパーとか覚えんの。ちょっとわかんねえけど、トリマ身代わりはもはやさせない。守るだったらもはや積みます。積んで裏に対して対面作っていく流れが綺麗かな。いや、ここ多分何もできないと思うんだよ。跳ねやすん、じゃ、なんちょ、技もう一個教えてくれよ。技何あるか教えてくれよ。無理か、それは言えないんだ。厳しい世の中だな。うん、厳しい世の中なんで、ここ一旦目としようか。ムーンフォース枯らすのはちょっと、なし寄りのありかな。さあ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 、この対面でどうガクガクが勝つか負けるか、うん、ちょっと見どころではありますけど。なんだおめえ、何してくんだ。ちょっと B クイーン種族値見ていい？種族値見ねえとこいつが何してくるかわかんねえ。全くわかんねえ。な、守るとかはなさそうだよねぐらいだな、今思ってるのが。うん、さあ瞑想積みます。お互い6段階上げてって感じになると思うんだけど、割と特攻高いんで6段階上げて0-0状態持っていけばそんな悪くないと思うんですよね。さあこれで相手はもう6段階上げて、画家が4段階かな、確か。そんくらい。え、これどっちかにもよるね。うん、防御、あ、攻撃型だったら、とかいろいろ思うところあるんだけど。B クイーンの攻撃とか耐えると思うんだけどな。正直耐久にガチブリしてんじゃん、相手目線。うん、あ、俺目線。あ、相手、多分ガチブリしてんだよ。だから、火力的にはないと思うんですよね。さあ、ここで身代わり。バトンタッチとかならワンチャンある。かなぐらいだよな、予想できるのが。うん、だからバトンタッチとかさせないように、ここシャドーボールでちょっと身代わりだけ外してって感じがベストかな。かなりおもろい戦いにはなりつつありますね。あ、これ間違いない、身代わりは外れるでしょ。うん、マジか。ちょっと待ってない、ピンチ来たかもしれないな。ちょっと一回調べるわ。B キング、 B キング、特攻と特防一緒やね、種族値。うん、だからどっちに振っててもおかしくないっすね。だからワンチャン何してくるか分かんない。うん、マジで分かんない、これは。しかも特防そこそこ高えな。うん、防御と特防102族っすね。でもでもでも火力的にはそんなないと思うんだけどな。だよね、打点ないんだよね。だよね、分かってるって。お前打点ないんだろ。ここはもはや何もすることないんすよね。いや、いいぞ。うん、やるだけやってもらって構わない。こういう時強いよね。これもあの羽ばたく神じゃなかったらちょっとやられてた可能性全然あるからね。さあ6段階シャドーボールはさすがに耐えきらないと思ってます。うん、しかも一括食らせるしね。で、こっから相手身代わりと、あの、羽休め連打するしか、打点ないはずなんで、かなり厳しいんじゃないか。さあ、ここ身代わり。いやー、身代わり入れたとしてもでしょ、ここは。多分一発で外れるぞ。言っちゃ悪いけど。うん。俺のシャドーボール舐めないでほしいな。俺、中学校の頃からシャドーボールの画角って言われてたんで。さあ、ここは長年の恨みのシャドーボール入れながら、まあ相手降参でしょ、こんなもん。まあこういうね、パーティーで来てももちろんいいんだけど、まあやられるよね、結局。うん、テンプレ5体ぐらいは入れとかないとやられちゃうよね。なんでこんな毒毒を打てんだ、お前は。
すり抜けがしたのか。あ、独特の PP、あー、PP 節約か、ここは。で、羽休めの PP すら切らせればいいと思ってます。で、PP は俺全部上げてるんで、確か上げてたんで、30発出るんですよね。30発出るんで、ここは問題ないかな。そしてあと一発急所出せば、全然対面取っていけると思うから。で、ここ多分相手羽休めっすね。ちょっとごめん、みんなここ長くなるかもしんない。うん。最後の技かはちょっとわかんないんだけど、長くなる可能性がワンチャンあるわ。もうこっからシャドーボール連発っすね。さあ、ここからの B クイーンは羽休め、もしくは身代わり、かなぐらいですかね、できることが。さあ、羽休め入れてくる。まあ、急所当たれば一撃で落ちるんですよね、もはや。あの、急所ランクってのが、急所ランクじゃない。急所ってのが、あの、上げたの関係なくなっちゃうんで、ここは当てさえすれば持っていけるかなと思ってます。さあ、シャドーボール。来るか？そろそろ来そうでね。来ないね。で、また身代わりかな？うーん、面白くないな。おもんないな。お前、積んどるぞ。100% おめえ積んどるぞ。マジでおめえ積んどるぞ。多分積んどるよね、これ。積んでないかな。俺も身代わり、身代わりした方がいいかな、これ。どう思う、みんな。ん？俺なんかやばい、これ。ワンちゃん。こっから負ける筋とか見たくねえんだけど、ここまで頑張って。ここまで長い試合をしとって、負け筋引きたくないんですけど。なんかちょっとなんか鬱陶しそうだな。ここシャドーボール打ちますけど。あー、無法でよかった。ごめん。あの、無法でよかった。ここは。一応ここでシャドーボールの PP 切れる。なんだお前マジで。こっちで打ってほしいな。とりあえず羽休め PP8 ってのは覚えてんだけど、それ以外ちょっと覚えてないですね。うん。多分俺 PP 上げてないんで、これ。多分。うん。これ上げてないでしょ、これ。100%。ムーフォー打ちます。いやー、負け筋引いてんな。うわ、PP 負けやだ。絶対やだ。さあ、羽休め入れてくる。ここ、身代わりに打ちましょう、いった。うん。もう何もできないよ、みたいな雰囲気出そうか。さあ、B クイーン身代わり。ちょ、もうあと一個何マジで。なんでそんな戦い方すんの？人様に迷惑かかるって思わないんですか、あなたのその戦い方。考えなさい、もうちょっと。世間体を、世間から崩壊されますよ。さあ、ここ身代わりすでに出ている。防御指令。マジでどうしよう。待って、これどうする。防御指令の PP ってめちゃんこあった気がすんな。確かなんかダイパの B クイーンなんか防御指令 PP120 ぐらいあった気がすんな。違ったっけ。それ改造か。ここはもう身代わり打ちまくるしかないな。お互い何をしているんでしょうかね、これは一体。さあ、悪あがきまで持っていきたいんだけど、持っていけるか持っていけないかがすごい怪しい。てか、あと一個技なんだよ、マジで。おめえの技一個何？じゃあ、こっから早送りします。さあ、皆さん、ここで B クイーンをまさかで引っ込めてくる。チャンス到来。ドンカラス。またでもね、これは勝った。危ない、みんなこれ最後 PP 上げてね。みんなこのハバタッカー見つかるとき絶対に PP 上げて。俺今、気持ち死んでたよ。すっげえ気持ち死んでた。ここシャドウ、ムーフォースいきます。さあ、ムーフォースがあることバレてない。しっかりと落とし切るぞ、皆さん。皆さんご一緒に、ボンボヤシ。さあ、ここまで持ってきさえすれば、もう攻撃技ないと思わせることが大事でしたね。最後は最後、諦めない心です。TOD なんて絶対させねえよ。TOD するやつはカスだから。さあ、ここ B クイーン出てくる、プレッシャー放つ、ムーフォース。お疲れ。
さあ、これちょっと使い方多分分かったと思うんで、ね、ちょっと3戦目でしっかり見せようかな。まあ皆さん2戦目でしっかり分かってもらった通り、まあ、変なことしてくるポケモン、なんていうんですかね、その、特殊技使ってくるポケモンとか、まあ特殊で受けてくるポケモン、そこに対してはかなりの火力を放ちながら対面取っていけるっていう流れが、まあこの羽ばたかみかなと思っております。はい。ということで、まあしっかりとやっていきましょうか、ここは。うん。まあ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 、これでいいんじゃない？結局これが安定なんだよね。うん、この3体安定ね。みんなこの3体作って。この3体で結構ランクマンほとんど勝てると思ってる。行こう。さあさあ、春3体、1000よろしく。さあ、ここマスカーニャマスカーニャ展開であれば、上取ってないと始まんないんで、ここ投げつけるが入らない可能性がありますね。うん。うちのマスカーニャ S ガチガチ振ってるっていう方ではないんすよ、実を言うと。うん。こんな感じで振ってるんで、振ってますね、そこそこ。そこそこは振ってるんですが、畑落とすから入ってくると思うんだよね。一旦守るで見てもいい、ここは。うん。さあ、変幻自在守るでノーマルタイプに変化しながら、ここが畑打ってくるか打ってこないか、ちょっと一旦見ようか。そっち系か。そっち系か。惜しいな。ここ投げつける行こう。毒ビシ系。うわ、ちょっとかなり読まれてるっすね、これは。うん、電気玉、叩き落とされながら、かなり対面読まれてるな。ここは一旦毒ビシ入れよう。ちょっとピンチは、チャンス。耐えろ。うわ、まずい。まずまずい、これは。まずまずい。圧倒的に。さあ、効率ら、うん、セグレバーですね。読みの読みをされているという、かなりピンチな状況ですけど、まあ、こういうピンチもチャンスに変えていく。それが俺だと思ってるんで、ここは皆さんに期待しておいてほしいかなと思います。こう、つらられてます。ここで直帰外されるからの、マスカーニャだけはしっかりと落とし切りたい。1、ナイス、9、ナイス。2、ナイス。で、マスカーヤさえ落としてしまえば、まあ、あとは羽ばたく神でどうにかなんねえかなと思ってるんだけど、猛毒じゃないだけちょっとありがたいですね、ここは。うん。毒ビシもう一回されてて、猛毒で裏に持ってかれるよりは良かった。あと相手が一回ネズミ出してお片付けしてくれると、すごい片付け上手なんだなと思いますけど。さあ、ここ鉄の毒が、まあ、ここマジカル社員かなんかでしょ、さすがに。うん。ここは自信打ちましょうか。うん、綺麗に。ナイス。これ耐えるぞ。耐えるよね。当たり前じゃん。セグレブ舐めんな、おめえ。うちのセグレブの調整舐めんな。絶対耐えると思った。ごめんね。お疲れ4倍じゃなくて。皆さんご一緒に、ボンボヤシ。さあ、こんなことも起こり得るのが、ガクガクのプレイングだと思ってます。もう計算尽くされてるんで、一体落とされたぐらいで、何もかもビビることはないと思ってる。さあ、水着美女をナンパしたいなと思ってるガガクですが、ここは最後の要、羽ばたく神だね。うん。さあ、ここで羽ばたく神からの羽ばたく。いいね。やろうぜ、その勝負。さあ、こっち毒毒入るんで、かなり対面作りづらいと思うんだけど、相手はスカーフじゃないかなと、ここは仮定しています。はい。で、まあ、相手目線、ムーンフォース打つしかないか。ああ、ブーストエンジン、お互いブーストエンジン発動していく流れか。素早さ高まりね。ここはいい勝負ができるんではないでしょうか。そうだね、抜群を打つか打たないかで相当変わってくる話になってくると思うんだけど、ここは一旦瞑想から入ってもいいんじゃない？別に。シャドーボール打ちましょうか。お互い切るよね、これ多分。キロナ、ガッテンション落ちる。才能かよ！ノーマルとノーマルが混じり合うとき、すべてのライオンとトラとブラックパンサーは、俺の足となり手となり、変えた物語、目はシャリンガン、左手は万華鏡、行こうか、ノーマルテラスタルフ。さあ、羽ばたく神、願い事を入れてくる。これ間に合うか？ナイス。で、ここでもうムーボ圏内取ったんで、鋼テラス、あと炎テラス以外は別に問題ない。ここはムーボ打ちます。願い事それ悪手じゃねえか。うん、悪手だっけ。悪手だよな、これ。ちょっとおめえミスっとんじゃねえか。かかってこいよ。いや、もう間に合わんしょ、瞑想は。
瞑想はもはや間に合わねえだ。これムーンフォード落ちるぞ。いや落ちる落ちる落ちる。これはさすが落ちる。やばい。これさあ面白くなってきたね。あ、なかなか面白くなってきたね。まずいかこれ。さあドレキスはまあ別に問題ない。え、てかこれ通んの？相手ってテラキったっけ？これシャドーボール落ちるよね。さすがに罰が、さすがに罰が落ちねえなぁ。調子悪い。あー、いやちょっとビン、俺ムーフォさん多分ここ瞑想積んでくると思うんだよな。これ多分シャドーボールつかせないと思うんだよ相手。いやこれ勝った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 。いや落ちる落ちる、さすがに落ちる。いや寺切れないんだでしょこれは 100%。 うん、寺切れねえんだろおめえ。これ皆さんご一緒にボンボヤシ。まあまあちょっとこれ使用試合っすね。うん、ちょっと使用試合か。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。ちょっとね強さを際立たせることが難しかった、そんな3人のお方々だったんですけど、まあ伝わる人には伝わるかなと思ってます。罪ポケモンに対してかなり強く出て、まあ特防とか防御も結構高まってるんで、まあ何打たれても結構対面取っていけるかなっていう状況は掴んでるかなと思ってます。バレパンも確かねノーマルテラス一発切ったら耐えるみたいな感じだったと思う。うん、ちょ皆さんもね使ってみてもらったら結構嬉しいかなと思ってます。他にも対戦動画とか上がってるんでしっかりチャンネル登録の方忘れなくて、では次の動画でお会いしましょう。バイチャ。